三次が筆勢の筆先に、このかけたのがこの妹山女帝金のとりわけこの吉野山でございまして、この前編のテーマは、蘇我のイルカの世界っていうんですか、なんと飛鳥時代の大変古い世界にテーマを取りました。しかし、実際に行動している人たちの風俗や物の考え方は江戸時代でございます。このような時代のこの、なんていうんですか、アナクロニズムというんですか、こういうものは歌舞伎にはしばしば見られる、人形浄瑠璃も見られますが、それは徳川幕府が、生の江戸時代のいろいろな、人物とか、そういうものを使うと咎めをいたしました。でそこで、多大の設備投資を伴う芝居は上演禁止というのは大変困ることですので、なるべく当たり障りのないと、これ時代をこう引き離してしまう。ですから、まあ、鎌倉時代とか室町時代にしている分には、これはまあ徳川幕府の咎めもなかったと見えます。そこで、まあ、うんとこれ張り切っちゃいまして、これがその、飛鳥時代までこの時代を飛ばしてしまったというわけでございます。もともとがこれはどっちへ転んでも嘘な話でございまして、芝居人形浄瑠璃というものはまともに筋だけ聞けば嘘だよということが多ございますけども、それは壁に例えれば穴だらけの壁のようなものですが、これを、その芸の力でこの穴を埋めていくんですね。で埋めていきまして、一枚の見事な壁に仕上げる、その工程のようなものを眺めるのを、芸の鑑賞としたんであります。ですから今日のドラマ作りというのは最初から不合理のないように筋立てを作ってしまいますから、いわば最初から綺麗な壁なんで、でその綺麗な壁というものを前提にスタートしますから、この辺に、日本の伝統芸能を鑑賞する場合の、大変大事な基礎知識があるわけでございます。このはい、お待たせをいたしました。それではこれより中幕へ入ります。古典歌舞伎屈指の名曲でございまして、2時間を要します。近松半人作妹山女帝金三段目の霧吉野川の場へ入ります。このところ私小山観王ご案内を申し上げます。ご覧のようにここは吉野川の流れがございます。したがいまして真ん中のお客様のところは自然に川に見立てられています。花道が両側にセットされておりまして、左側の方は本花道、右側の方は仮花道でございます。ただいま、右側すなわち上手の方の浄瑠璃、床が三味線を弾き始めました。この出演者は竹本喜太夫、三味線が鶴澤久次郎、下手左側の方が浄瑠璃竹本谷太夫、三味線野沢松也、このように義太夫語りが、上手下手に分かれますのは大変珍しい、例でございますが、これは原作の段階から原作者近松半次が当時おりました竹本染太夫という人が非常に重厚な語り口であった、この人を上手に据えまして、下手の方には同じく遠麗華麗な節回しであった竹本春太夫という、これも名人ですが、この人を配した。その両方の特色を生かそうということで、このように設定をいたしました。従いましてこの川を隔てております上手の方の屋台吉野川を挟んで、これが国境でございまして、紀伊の国瀬山というものを設定しております。そして、下手の方は大和の国でございまして、これは芋山というものを設定いたしました。このところの浄瑠璃は古の神代の昔山跡の国は都の初めにて妹瀬の初め山々の中を流れる吉野川というふうに語り込んでいきますが、この巻を使ってあらすじをご紹介申し上げようと存じます。この曲は明和8年1771年大阪竹本座で初演されました人形浄瑠璃でございます。原作者は近松半次という人で、近松門左衛門を非常に尊敬して近松という名前を取ったと申します。でこの人が、大変人気作者でございまして、今日でもしばしば、義太夫狂言として登場するものはほとんど近松半次の作品であると言ってもよいくらいに、大事な名作者でございますが、でこの人が、お家騒動をテーマにしたものとしてこの妹瀬山を作ったのでございます。
当時徳川幕府は幕府に直接関わりのあった実在の人名などを使うことを非常に気にしまして、これを咎めましたので、時代をずらせておくということが芝居の方の人たちの用心でございました。でそこで多くは足利時代、鎌倉時代の人物に擬したのでありますが、この近松藩士はなんとこの時、この伊能瀬山におきましては、蘇我のイルカの世界にこれを移したのでありますから、大変にこれは、時代を遡らせてしまったわけでありますが、それはあくまでも徳川幕府に対する問題でございまして、実際にここへ登場する人たちは江戸時代の大名家のお家騒動と同じような心持ちで演技をし、鑑賞し合ったわけでございますから、ここに出てくる人は江戸時代の風俗で江戸時代の人の心で行動をするということになりますので、テーマとこの内容とはちょっと切り離れてしまう場合があります。しかしあくまでもそれは今申し上げた事情をご理解いただきたいと存じます。それで、蘇我のイルカともかくもこれが天智の帝、天智天皇がこの芝居では盲目であらせられることになっております。でこの盲目の帝であるのをこの付け込みまして、天智帝を追放して自ら帝の位についたということになっております。このあたりも江戸時代の人が大化の改新というものをどういうふうに受け止めていたかということが、よくわかる、そういう部分でございますが、そこでこの伊能瀬山の場合にはこの天智天皇の御代が再び戻ってくる、それまでの苦心談ということになっております。従いまして天智帝の史上有名な忠臣であった藤原の鎌足などの周辺にいる人々の活躍でございます。さて、下手伊能山の屋台が開きますと、ここにはひな道具が飾られておりまして、後ろ向きにいる、これが太宰の皇室定かの娘ひな鳥でございまして、中村松江加賀屋でございます。で腰元連中は中村歌唱、中村広太郎、中村歌え、松本光雀、中村雁之助、中村式松といった面々でございますが、ここのセリフもちょっと割愛させていただいて、さらに筋を進めますと、この吉野川を境にしたこの両家は、領地の争いがありまして大変不仲でございます。瀬山の方は大判事清澄という頑固なおじいさんが領地としておりますし、今ここで庄司屋台を開きましたこの伊能山の領主は太宰の庄に国人土という人でしたが、この国人土は亡くなりまして、その皇室定かという人物が治めている。しかし国境のトラブルが絶えないので親同士は不仲です。この不仲であるということは非常に大事な根本テーマの中に組み込まれておりますが、しかしこの不仲でありながら、この両家の、瀬山の大判事の息子の古賀之助と定かの娘の雛鳥は、恋し合う仲である、こういうことになりますので、これがしばしばこの芝居はロミオとジュリエットの日本版だというふうに言われるわけでございますが、ジュリエットとは基本的に大変大きな違いがあります。そのことを後ほどご説明することにしまして、雛鳥のセリフをお聞きいただきましょう。親と親とは昔より女か不和の席となり、王子とさえも固いとの結ぼれ解けぬ我が思いというふうに語り込んでいきます。申し上げたように親々は不仲でございますが、自分たちは恋し合っているという大変これは困った状態であるということでございます。山と山とが両分の境の川に隔てられ、物言い交わすことさえもならぬ我が身のままならぬ、いっそ隔てて恋わびる哀れぬ昔がましぞうかしと浄瑠璃が語り込んでいきます。お聞きのようにこの、下手の方の浄瑠璃はそういうわけで女の世界を描きますので、調子が高くなっています。
これに対して瀬山の男の方を語る太夫はぐっと重厚に締め込んでいくという、この語り口の違いもご興味のうちにお入れいただきたいと思います。